さあフライ級の5分3ラウンドの一戦気味なんでやっぱこう入りづらいんですよね、はい、近づきづらいですね、左ストレート、はい、入りました、はい、また中に入っていくか右そしてあとバランス崩したところ、ただここは逆にそれを生かして組みましたな、クイで足をかけて上を取ります、これやっぱり立った時に組める人っていうのはやっぱりそこそこ足の長さがあったりしなきゃいけないですからね、あ、はい、さあ今ちょっとパンチを打って、チョークに入ろうとしますね、首開いてきているでしょうか、残りまだ2分あります、慌てる時間ではありません、まずは削っていこうというナクイ、腕を逆に伸ばすような感じになって、潰すことに成功しましたね、はい、でサウスポー流れの中になりましたナクイ、ね、あやっぱりシックネック、どうだ、これにかけた、背中をつけさせました、テイクダウン、サプロ初白星へ向けて、いや最後のラッシュはかなり激しくいきました、よって判定3対0勝者赤コーナーナクイ優勢、3ポイント差が1社、そして2ポイント差が2社という形、3対0の試合は判定3対0で勝利をされています。プロ初白星のナクイ選手に一言いただけますか。そうですね、まあまあ、ナクイ選手がグラウンドでの構成時にいい攻めを見せて、はい、1試合の印象を作ったと思いますね、はい、これ多分アクセル選手も普段だったら結構長身選手なんですが、うん、そうですね、180なかなかいないですよ ね、うん、そうですね、同心ストライカーを相手にどういう風に考えるか、さあ投げに強引に行ったアクセル、投げた上に潰してで肘で持ってコントロールをした、首に手が回っていきます、入ってきますがどうでしょう、振り落としていこうという小川で、潰れた、さあここからまず殴っていく、これパウンダーでもあるぞ、最後の右手が引っかからないですね、そこをやっぱり小川選手は必死に剥がしてきますね、もうその支えている手が、はい、抑えている手が命綱で、それでもって上を取りに行くのが小川、一気に爆発できるかどうか、右膝、どうだ、うわ今いいタイミングでしたけどね、膝にひるむことなくくっついて組みついてきてるんで、はい、残り20マントゥー膝ヒートダウンまで奪えるかどうか、どうだ、左折っていくアクセル、ワンツー、もう一回飛びかかっていく、バウンス崩したところに、いやーやっぱり命綱はこの組ですね、そうですね、ジャッジ中島29対28、赤アクセル亮太よって判定2対1、勝者赤コーナーアクセル亮太、ということでやはり判定は割れましたけれども、スプリットディシジョン、アクセル亮太が、このファンクラスでの初勝利、プロでは3勝目を挙げています。序盤の貯金が効いた形にはなりましたね、そうですね、はい、やはり、まあ、序盤の構成がものを言いましたね、はい、バンタム級5分3ラウンド、中村大臣か一方赤のメド頑丈か、メド頑丈と青のグローブ中村、飛んだ、行きました、突っ込んでいく、さあまだシングルから投げるのか、この体勢は、はい、早めに解除したいですよね、今サイドチョーク、サイドチョークという中で、さあシングルレッグから倒していきました、がちょっとやっぱチョークとしては位置が そこまで良くないですね、飛び込もうというメド感情、飛び込んでくるが回避をします、膝飛び膝、さあまた絡みに行くシングル、どうだ、これしかない、足を取っています、こう体力だけではなくて気持ちのスタミナというのも ねあるでしょうね、さあこれはアームロックか、アームロックいくのか、ただここから中村としてはまだ2分もありますし時間もたっぷりある、ここから逆転できるのか、中村大臣反撃に下ろしを上げているシングルレッグ、もう殴っていくしかないんですが、おスタンドバック投げた、さあパン、当てていきます、殴っていきます、試合終了しました、赤メドよって判定2対1、勝者赤コーナーメド頑丈、割れましたが赤のグローブのメド頑丈が勝利をしています、2対1、この試合どう振り返っていますか、そうですね、まあ、最初から最後までガッツガツ組みに行ったメド選手の、まあ、執念が上回ったといった結果でしたね、粘りの、はい、まあ、試合を運びましてね、はい、ご覧の表情です、戦い切りましたメド頑丈です。